こんにちはゆかですいつも動画をご覧くださりありがとうございます初めての方は初めまして私は12月22日までにチャンネル登録者数5万人を目指して毎日動画をアップしていますぜひ登録お願いしますはいでは今日は、えー、こういう b コードの抑えるコツについてお話をしたいなと思いますはいで、えー、b のコードに限らずこの押さえ方 え、こう C のコードですとか、D のコードですとか、はい、何でもいいんですけれども、この押さえ方のコツについてお話をしたいなと思います。はい。で、実はですね、この、えー、今、人差し指をこう寝かせて、制覇をして押さえていますけれども、この制覇をする、 えー、生波のコツっていう動画がもうすでにございまして、はい、えー、こちらなんですけれども、えー、生波抑えるコツを全部で、えー、8つ、1つ1つ、詳しくご説明したっていう、えー、我ながら、いい動画ができたなっていう動画があるんですけれども、はい、いい動画ができたなと思ったんですけど、そのね、 サムネに、えー、聖波を聖覇っていう親父ギャグが書いてあって良さが半減してるっていうね <laughs>、感じなんですけれども。はい、その動画がもうすでにありますので、そちらと合わせて、えー、ご覧いただけたらなと思います。で、聖覇のコードって色々ありますけれども、こう F のコードとか b マイナーのコードは抑えられるけど、こういう、えー、B のコードが、だけが抑えられないんだよ。 すごい苦手なんだよっていう方、たまにいらっしゃいますので、そういう方に向けて、えー、この動画は B のコードに特化した、えー、特化した特化した。はい <laughs>、えー。動画にしたいなと思います。はい。ではまず、えー、B のコードの押さえ方の表なんですけれども、教則本ですとか、インターネットのレッスン動画などを見ていると、この押さえ方で載ってるのが多いと思います。はい。 ですが、私は実はこうやって押さえていなくて、こういうふうに押さえています。はい。えっ、ー、と、薬指でこの3本まとめて、えー、押さえるっていうやり方で押さえているんですね。で、人それぞれ手の大きさも指の、あの、長さももうみんな違いますので、どういう押さえ方がご自身に、えー、押さえやすい押さえ方かっていうのは本当に人それぞれ違います。 なので、えー、いろいろ試してみていただきたいなと思います。なので、この押さえ方をまだやったことないなっていう方は、ぜひちょっと一度試してみていただきたらなと思います。で、この押さえ方のどこがいいかと言いますと、えー、まず、こっちの押さえ方。こっちの押さえ方だと、まず、えー、こういう形で、こういう感じで、もう豚さんみたいな感じで、この、この間が人差し指と、 中指の間がめっちゃ開いてますよね。なので、ここがもう指が柔らかくてちゃんと開くっていう方じゃないとちょっとやりづらいです。っていうのと、えー、こういうふうに押さえてるってことは、えっと、人差し指だけ力の入れる方向がこっち側で、残りの3本の指はこっち側に、えー、力を入れています。はい。これってどういうことかと言いますと、この人差し指がもう離れ小島にいるわけですね。 はい。なので、たった一人で、えー、この弦を押さえないといけないっていう状態になっています。ですが、この押さえ方ですと、えー、この指とこの指は使ってますけど、この指は使っていませんので、この人差し指を押さえるときに、この中指に入れるはずの力も、えー、この人差し指に込めて、 この人差し指を押さえることができますので、えー、こうやって押さえるときよりも人差し指が楽になります。はい。この中指の中指に入れるはずの力もここに込めることができるので、楽に押さえられます。はい。ですが難しいのが、この薬指ですよね。薬指がなんかもうこんな感じで、 エビゾって <laughs>、抑押さえていますので、この薬指が柔らかくないと抑えられません。なので、どっちにも難しいところと楽なところがそれぞれ違ってありますので、試してみていただけたらなと思います。そしてですね、正派を正派の動画でもお話ししたんですけれども、初心者さんにありがちなのが、今何の弦を押さえてるのかなってこう見たくて、ギターをちょっと上向きにしてしまっているっていう方、はい。 もし上向きにしてしまっているともう,もう特にこの押さえ方だと特にこの押さえ方だとこう上向きにするとただでさえこの指がこうエビゾって大変なのにもうさらにさらにこうこんなこんな手を変な方向に曲げながらさらにエビゾらなきゃいけないっていうすごいことになってしまいますので。はい、えー 今何の弦を押さえてるかなって見たい気持ちをぐっとこらえて、えー、ギターは普通に垂直に床に対して垂直に、えー、構えてくださいそしてあとはこの B を押さえてる時にこの人差し指の、えー、今制覇してますけれども、えー、実際にしっかり押さえなきゃいけないところって5弦と1弦だけですよねはいえー、っとなので5弦と1弦はしっかり押さえてあとの 4,3,2弦はもうこの指で押さえてますので、もう、不真面目に、はい、えっ、ー、と、適当に力を抜きながら、えー、やっていただけたらなと思います。はい。もう、全部の弦を押さえるのにもめっちゃ力を入れてると、もう、この、この指がもうめっちゃ疲れてしまいますので、はい、不,不必要なところはもう適当に、不真面目に、えー、力を抜いて、やっていただけたらなと思います。 あと、初心者さんにありがちなのが、体に対してこう、平行にこうやって持って、こうギュギュギュって押さえてるっていうやり方。はい。こうしていると、指が常にここの、この辺で、えっと、このなんか、 <laughs> あの、よっしゃーみたいな感じで、この辺でいろいろやってるってことにな,るなりますので、もうめっちゃ疲れますよね。はい。なので、普通に手が楽な状態で抑えられるように、ヘッドをちょっと前に出して、こう、斜めに構えて、えー、持ってください。それと、えー、このフレットの近くで押さえたりとか、えー、親指の位置を、えー、工夫することですとか、 えー、この指のこの辺だけじゃなくて、もうこの辺、はい、<laughs> ちょっとなっちゃいましたけど、<laughs> はい、この辺全体を、えー、使って押さえることですとか、えー、そちらは詳しくは正覇を正覇の方の動画で、えー、詳しくご説明してますので、そちらも合わせてご覧ください。で、ちょっと重要なお話なんですけれども、この B のコードって指が、えー、この押さえ方ですと、この指がすごいめっちゃ、 えびぞってたりとか、この押さえ方ですと、こことここがめっちゃひれひ、ひら、開いてたりして、こう指が日常生活では使わないような変な方向に力を入れてますよね。はい、こんなえびぞったりとか、こんな開いたりとか、あの、普通に生活してたら全然しませんので、なので、もう練習し始めの頃は指がもうびっくりしてますので、はい。なので、 この練習をする前とした後、指のウォーミングアップとクールダウンをしっかりしていただきたいなと思います。こういきなり押さえ始めてこう練習をするんじゃなくて、こう指をこうちょっと動かしてから練習をしたりとか、あとはこういうストレッチとかもいいですよね。あとこう指を開くストレッチをしたりとか、はい。 えー、指がびっくりしてますので、えー、っと、指がびっくりしないように、ウォーミングアップとクールダウンをしっかりやっていただきたいなと思います。はい。こ、こんなね、えびぞったりするのを体で言ったら、もうめっちゃすごい、もう、なんかもう、なんだろう。<laughs> 中国4000年の歴史みたいな、なんかすごい人いますよね。こう足、足がこう、こう、ここまで行っちゃうみたいな。はい。そういうのを、 指はやってるみたいな状態になってると思いますので、はい。なので、しっかり、ウォーミングアップと、えー、クールダウンをしていただいて、そして、今、日常生活で今までやってこなかったすごい動きを指にさせているんだなっていうことを、あの、忘れないでいただきたいなと思います。はい。なので、もう本当に今までやってこなかったことを、いきなり指にやらせていますので、そんなに簡単にはできるようになりませんので、 はい。もうこの指たちも、もう、あの、<laughs> そんなに一瞬でできないよ。えー、ちょっと練習する日数を僕たちにくれって言ってますので、なので、えー、日数をかけてじっくりとコツコツと練習をしていただきたいなと思います。はい。そんな感じで今日は B のコードを抑えるコツについてお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか この動画がいいねと思っていただけたらぜひ動画の高評価ボタンをポチッと押していただけるととっても励みになりますのでよろしくお願いしますではではまた次の動画でお会いしましょうじゃあバイバーイ